私はあくまで技術屋だよ。総括はここだよ。よっしゃ、仕事だ。
着いたな。で、バレーツインズってのは？対岸のフォローの中。そのハッカー、マジであそこから連絡を？わ、見ろよ、フォローの上。ああ、バレーツインズの屋上だ。なるほど、強制フォローが縮んだと聞くし、それで最上部だけはみ出したんだね。ってことは、ニコに来たのはあそこからのメッセージってこと？そうだとしても、一体なぜあんなところに行ったんだろう。みんな、とりあえず屋上を目指そう。着いたよ。ここがバレーツインズ。立派なもんだぜ。おお、なんかここ寒くね。確かに中はピカピカなのに妙に居心地悪いぞ。警戒して、霧が濃い。何か潜んでるかも。先を急ごう。長居しない方がいい。目標フォロー、バレーツインズの内部に入ったことを確認。バレーツインズはずっと前からフォローに飲み込まれてるから、中の照明器具がもうダメになってるみたい。探索ルートの全貌がつかめないから、みんな気をつけて。電気を消してろうそくを灯す。ニコみたいね。それって節約術？それとも催眠術？
気をつけろ。前に敵がいるぜ。突っ込んできたぞ。みんな大丈夫？油断した。まさか突進してくるなんて。なあ、俺たち振り出しに戻ってねえか。変な敵はできるだけ避けていこう。さっきのやつはどこ？油断は禁物だ。マスター、島内の知能化された管理端末は正常に稼働しています。島内の管理端末を起動すれば付近一帯の探索可能エリアを明らかにできます。おお、照明も復活したぞ。あいつ、まだいたのかよ。照明のあるエリアを意図的に避けてるみたい。なるほど、敵は光を怖がってるの？なら、もっとたくさん端末を起動するぞ。敵だよ、左側に逃げて。待って、懐中電灯があるわ。そうか、店長、懐中電灯の光を奴に当てるんだ。エーテル活性反応が消失しました。本当に効いちゃった。でも電池の消耗も激しいみたい。敵を追い払えたね。うん、敵を追い払えたね。
どこもかしこも穴だらけ。全部使おう。視野を広くすればその分敵も見つけやすいよ。マスター、付近に追い払うべきターゲットはいません。普通のホローよりもしんどくねえか、ここ。迷路みてえに入り組んでるし、寒くてジメジメしてるしよ。
変えたばっかの膝関節が錆びちまわねえか心配になってきたぜ。ビリー、得体の知れない B 級品には手を出さない方がいいぞ。やけに安いお店でご飯を食べたらお腹を壊しちゃうのと一緒だ。どうかしたか、アンビ。建物に入ってからずっと視線を感じる。あ、俺もなんか入った瞬間からゾワッときたんだよな。足元をしょっちゅう何かがすり抜けてく気がするしよ。おっと、いたそばから。それは私の尻尾だ。ああ、なんだ。なあなあ店長、前にホローでさ、周りの状況をいっぺんに探知してくれたことあったろ。あれもう一回やってくんね。何かいそうだぜ、この辺。悪いけど今は難しいから。ここには裂け目がたくさんあるし、フォローのデータも古いものだ。進みながらもっとデータを集めないと。待って、近くに何かいる。エーテリアスよ、まずは奴らを殲滅しましょう。あとは戦いたくないぞ。ここのエーテリアス、どいつもこいつも気色悪いぞ。あたしの番。ほーにオッケーと了解。立て直す。任せるわ。聖なる星の光を浴びろ。捕まえた。爪を研ぎに来たぞ。やったぞ。アンビ、さっきの視線だが、エーテリアスだったな。本当にそう。店長、次はどっちに行く？ああ、次は。よかった、お花はまだついてる。これは、ハサミ？お見事でした。さぞたやすい道中だったでしょうが、ここが終点です。狼？ここは私有地でして、来客はお断りしています。30秒でご用件をどうぞ。それ次第では。して皆様、ここは立ち入り禁止につき即刻行ったはずです。武器の手入れと床磨きは日々欠かさずと。すみません、メイカーさん。エレン、勤務中ですよ、姿勢よく。はいはい。カリンちゃん。カリンちゃんだ。ね、
リン、面識が？はい、そうなんです。ホローで迷子になっていたカリンを助けてくれた方々なんです。なるほど。リナ、もういいでしょう。はあ、いつの間に。鋭い子ですわ。一時はバレてしまうかと。まだまだアミーナ。顔見知りなのでしたら手間が省けます。申し遅れました。私どもはビクトリア火星です。ビクトリア火星、聞いたことのない名前ね。ちょっとアンビー、正直私もカリンちゃんと会うまで知らなかったけど、言い方ってのがあるでしょ。まあ優しい子ですわね。ですがお気遣いは不要ですわ。私たちは新エリートにおける少数の止める方々にお仕えしているんですもの。世間一般に知られていないのは道理ですわね。ん？私たちが貧乏だって言いたいの？まあ反論できないけど。皆様、どうか従業員の出現をお許しください。ビクトリア火星の執行責任者フォン・ライカンが代わってお詫び申し上げます。私どもは本日バレーツインズのオーナー様のご指示で設備のメンテナンスに参りました。バレーツインズのオーナー？でもこのビルを建てたバレエ兄弟ってもうとっくに破産してるはずじゃ。さようでございます。おっしゃる通り、このバレエツインズは長きにわたり抵当に入れられておりましたが、近頃当局がラマニアンフォローの活性低下に乗じて強制フォローの鎮圧を図っています。それが実った暁にはビルの価値が向上すると踏み、ご主人様は手付金を振り込まれました。フォローの中にある建物に投資するなんて、さすがお金持ち、発想が大胆。まあそのおかげでまたこうやってカリンちゃんと会えたんだけど。猫股様、調査員様、またお二人にお会いできてカリンはとっても嬉しいです。ところで皆様はどうしてこちらに？ここはご主人様の私有地ですから、教会のお仕事でいらしたわけでもないんですよね。カリンちゃんさ、そんなの分かりきってんじゃん。あ、それよりなんか暇つぶしになりそうなの持ってない？スマホの充電切れちゃった。すみません、お役に立ちそうなものは。じゃなくてエレンさん、どういうことですか？つまりお客様方は調査員ではないということですわ。皆様は調査員様じゃなかったんですか？カリン以外はとっくに感づいていたようだ。僕たちは身分を偽っていると。そのように警戒なさらずとも、ビクトリア火星が席を追うのは雇い主様のことに関してのみです。フォローでご活躍されている非公式の方々に非礼を働くつもりは毛頭ございません。ましてやあなた方はカリンのご恩人。
胸の内を明かしてくださるのなら、この場を訪ねてくださったお客様として私どもも可能な限りご協力いたします。そこまで言われてしまったら白状するほかないな。実は僕プロ棋士なんだ。なんとあなた様がかの伝説のプロ棋士パエトーンだったとは。ここへは失踪されたご友人を探しにいらしたのですね。ライカンさん、仕事の最中にそれらしい人を見かけなかったかい？早速お役に立ちたいところなのですが、当局に配布されたキャロットのデータが古く、私どももまだ島内の状況を把握しきれておりません。もしもし、お兄ちゃん、割り込んじゃってごめんね。ニコがちょっと面倒なことになってて。ヘリポートに着いたニコから連絡があったんだけど、裁判の書類にジャトヤ全員で出廷するって書いちゃってたみたいで、ビリーたちも来るように言われてるんだって。ってことは俺らも飛行船に乗んなきゃいけねえのか？でもよ、そしたら店長の人探しはどうなっちまうんだ？申し訳ございません、聞き耳を立てておりました。ぶしつけながら提案をお許しいただきたいのですが、プロ棋士様、私どもと行動を共にされてはいかがでしょう。あなた様は人探しをしており、私どもはフォローのデータが古いために難儀しております。ここは互いに力を合わせましょう。僕は部外者だ。君たちのご主人に断りなくこのビルに入ってしまっていいのかい？もちろんでございます。設備のメンテナンスを行う間、ご主人様より全ての裁量をお預かりしておりますので。ましてや伝説のプロ棋士パエトーンの名声は万人が知るところです。ご縁を紡げたとあれば、ご主人様もきっとお喜びになります。しかしながら、まずはご友人方をお見送りされるのでしょうか？ではあなた様の御用がお済み次第、共に建物の奥へと向かいましょう。
もしもし、お兄ちゃん、ビクトリア火星の人たちとは会えた？すごいタイミングだな。ちょうど今みんなと挨拶したところさ。お兄ちゃんったら羨ましいな。私だってビクトリア火星のみんなとお話ししたかったのに。なんて冗談はこのくらいにして、お兄ちゃん早く帰ってきてね。準備ができたらすぐホローに入ってレインを探そう。アンビーたちったら遅いわね。こんな時に何かあってみなさい。マスコミにあることないこと書かれちゃうんだから。おっと出てきました。視聴者の皆様、本件の被告人チャールズ・パールマン氏が当局の監視のもとヘリポートに到着しました。重罪に問われている同志ではありますが、驚くべきことにその表情からは落ち着きが感じられます。ふん、バカタレッドもめ、お前らが本当に驚くことになるのはこれからだ。お願いを聞いてあげるわ。具体的な指示は搭乗日、スーツケースに入れておくから。読むのは離陸した2時間後。指示通りに動けば、うちの人間が新エリートから逃がしてあげる。おい、私が法廷で着るスーツだが、スーツケースは届いてるか？ここにある。よしよし、それをよこせ。だるまのおっさん、あんたはもうすぐ完全に終わるのよ。この後に及んでどうしてまだ威張ってられるわけ？終わる若者よ、お前はこの都市の恐ろしさをまだ知らないようだな。何を企んでるのか知らないけど、法廷じゃ容赦しないんだから。おやばー、よかった、やっと来たわね。疲れた。何走ったのに、なんでビリーはちっともバテてないの？こないだ呼吸モジュールを新調した時、無酸素モードを追加したんだ。運動エネルギー効率が段違いだぜ。あれ？いや、やべえ！吸気モードに戻らねえぞ！だから
得体の知れない B 級品には手を出さない方がいいって言ったんだぞ。茶番はそこまでよ。そもそも機械人に呼吸っているわけ？専用機の中は狭いんだし、どうせ二酸化炭素まみれになるわよ。ん？どうしたのよアンビ、何か心配事でもあるの？パイトーンをあのまま見ず知らずの集団に預けてよかったのかしら。猫股の知り合いがいるんでしょ？バレーツインズだってご主人様とやらの所有物って話だし、大丈夫よきっと。そうじゃなくて、プロ棋士先生が私たちと一流チームの差を痛感しちゃったら、二度と依頼をしてくれなくなるかも。アンビったら、なーに弱気なこと言っちゃってるのかしら。私たちジャトヤだってね、超のつく一流なのよ。それにポットでの奴らにパエトーンを奪えるほど私たちの絆はやわじゃないんだから。